m 5 4ゴトントラックは第二次世界大戦後にアメリカ合衆国で開発運用された66輪駆クドウのゴトントラックである。m 5 4ゴトンカーゴトラックは第二次世界大戦の直後にアメリカ合衆国で開発された輸送用トラックで m 3 9ゴトントラックシリーズの基本車種に相当する。第二次大戦で使用されたロットンクラスのホワイト六十六トラック コービット5 0 s d 6トラック及び4トンクラスのダイヤモンド T968 トラックの後継として開発された。オフロードで約5トン、舗装道路では10トン近くの積載量を持ち、1980年代までアメリカ軍で現役使用されていた。開発が始まったのは対戦終了直後の1946年頃からで、1948年には、 マック車が XM41、GMC 車が T51、T51E1、T54 という、いずれもやや先進的な設計を持つ試作車両を完成させた。これらの車両は結局採用されなかったが、1951年になって前述の車種を参考にして、インターナショナルハーベスター車が XM41E1 を製作した。この車両は、 参考にされた車種と異なって保守的な設計でまとめられていた。この車両は米軍により M41 として正式化され、その後後輪をダブルタイヤに改良した車両が M54 として1952年に正式化された。M54 はインターナショナルハーベスター車、カイザー車によって量産が始められ、ダイヤモンド T 車、マック車でも若干数が製造された。 M54、M39 トラックシリーズは、カーゴトラック型だけでなく、デッカー型やダンプトラック型など、多くの派生車種が開発された。この中で、シングルタイヤの M41 は、最大積載量が、M54 の約10トンに対し約7.5トン程度であったことから、他の M54、M39 系列車種より早い時期に製造が終了している。 M54 シリーズはフロントバンパー部分にウインチを装備することが可能でカーゴトラック型をはじめ多くの派生型に装備されている。キャブは基本的にソフトトップ型でリングマウントを装着することで M20 機関銃を装備可能であった。M54 カーゴトラックおよび系列車種には当初コンチネンタル製 r 6 6 0にガソリンエンジンが搭載されていた。 これは、同じ時期に開発された M352.5 トントラックに、搭載されたエンジンと同じで、やや出力不足気味であった。このため、変速機のギア比を変更し、エンジンをマック社製の円とマイナス673ディーゼルエンジンに換装する改良が行われた。これが、M54 a 1カーゴトラックで、系列の派生車両も同様にディーゼルエンジンに変更されたものは、 形式番号に A1 が付くようになっている。A1 型に換装された車両の外観上の相違点としては、右側フェンダー上に円筒形のエアクリーナーが装備されるようになったことが挙げられる。1960年代になるベトナム戦争が始まると燃料補給を容易にする観点からマルチフューエルエンジンであるコンチネンタル LD-465 から1、 軽のエンジンに乾燥する改良が行われた。このエンジンは、ガソリン、軽油、および航空機用の燃料をそれぞれ単体あるいは混合しても使用可能で、このエンジンに乗せ替えた M54A1 は M54A2 と呼称されるようになり、派生車種もこれに習っている。M54A2 では、キャブ右側に煙突状の排気管が装備されるようになっている。 M54 トラックシリーズは、ベトナム戦争で米軍の主力トラックとして活躍した。ベトナム戦では、内陸部の補給路が長くなり、補給部隊のコンボイを護衛するための車両として、M54 カーゴトラックをガントラックに改造する例もしばしば見られた。これらのガントラックには当初、M352.5 トントラックが対応されたが、防御力、火力を強化するため、より積載力のある、 M54 系にシフトしていったとみられる。多くの場合、キャブと2台の周囲に、鋼鉄製の装甲板を装着し、全周をカバーできるよう、4丁程度の M20 機関銃を装備する例が多かったが、中には、M16 対空自走砲に搭載されていた、M454 連装、M20 機関銃座を搭載した車両や、M113 装甲兵員輸送車の車体を2台に、 搭載した車両もあった。M54 シリーズは、約20年にわたり、生産が続けられ、アメリカ本国以外でも多数が輸出され、使用された。1970年代に入ると、M54A に系列の改良型である M8095 トントラックシリーズが開発され、生産が始まったが、完全には更新されず、1980年代になって、 M9395 トントラックシリーズが登場するまで使用が続けられた。アメリカ以外の使用国では、その後も M809 シリーズと合わせて使用が続けられているケースも少なくない。基本のカーコトラック型のほか、レッカー型やダンプトラック型、荷台のないシャーシのみの型番など、形式番号が多岐にわたっている。また、それぞれの形式に対処が存在する。 荷台を装備していない、シャーシとキャブのみの形式である。三種類のホイールベースがあり、シングルタイヤの形式も存在する。M54 系列のトラックシャーシは、ミサイルキャリアやランチャー、支援車両のベース車体としても多用された。これらの形式には、A1 型、A2 型はほとんど存在していない。ありがとうございます。